かった。お前がそこまで言うなら俺は見守ることにする。体育祭の時みたいに勝手にフォローされるのはもうごめんだわ。気づいてたのか。うすうすだけどね、私が失敗する前提で動いていたことには腹が立ったけど、実際その通りになったから反論はしないわ。それは悪かったな。だけどあなたがいなければ私は今頃。ありがとう。ものすごく回りくどい例だな。